マリード・フランスは、フランス王ジャン二世の娘で、バルコー・ロベール一世の妻。ジャン二世王と、その最初の妻ボンヌ・ド・リュクサンブールの間の、第八子、四女として、サンジェルマン・アンデーに生まれた。1364年に、バルコー・ロベールと結婚した。夫は、元は、バルハクシャクだったが、1354年に、 マリーの母方のお地震聖ローマ皇帝カール四世によって、バル公爵及びポンタムスン公爵に昇格を許された。マリーは読書家で数多くの書籍を集めた図書室を所有しており、その書籍のジャンルも非常に幅広かった。図書目録には物語や詩だけでなく歴史や進学に関する著作も含まれていた。詩人ジャンダラスは メルジーヌ物語をバル公爵夫人マリーに検定し、この本はマリーの子供たちの政治教育の助けとなればと思って執筆したと検事で述べている。マリーの息子たちは多くが戦場で命を落とした。長男アンリと次男フィリップはニコポリスの戦いに参加し、二人ともオスマン帝国軍の捕虜となって異国の地で隠しした。四男エドルジャンも 1415年にアジャンクールの戦いで戦死した。ありがとうございます。